ばんは皆様、戦々恐々としてます。本当にこんなに多くの方がお集まりになって、こんなフォーマルな形で皆さん方と語り合うと思ってなかったんです。ですからちょっとばかり、あるいはそれ以上緊張してると思います。でも今おっしゃったように、久しぶりに広島に帰ってきて、皆さんと核の問題、核兵器の問題に関してお話をする、こういう機会を作ってくださったことを心から感謝いたします。でこの間、そうですね、数日前に女学院でお話したんですけど、その時にもまず最初に断っておきました。長年日本語を毎日使うところではないところで生活してますから、変な日本語が出てくるかも分かりませんけども、多めに見てくださいと、そういうことです。で今日のこの会もですね、正式なものは準備しておりません。ただディスカッションだろうと思っていろいろなアイデアを集めてきましたけれども、まず最初にですね、10日間ばかり久しぶりに広島に帰ってきて、今まで女学院のゲストとして、女学院の中学、高校、大学の学生と語る時を、また一般の人たちを招待された講演会もございました。まあその時はですね、あの山の中に1000人ばかりのお客さんがいらしたんですよ。それも大きな脅威でしたけれども、でもあそこでも自由に言いたいことを言わせてもらったと思います。でもあの時にはもっとフォーマルに自分も準備してきました。今日はただアウトラインだけで思いつくままにお話しさせていただきたいと思います。ごめんなさいね、喉が。この数日間広島に来てですね、講演会があって、メディアの人たちがいろいろと写真だとかテレビで放映してくださったおかげですね、なんかね、一度に有名人になったみたいです。昨日は病院に行きましたらね、病院で順番待ちの患者さんたちが挨拶に来てくださって、手を握ってくださるし、でタクシーの運転手も、もう帽子を取って丁寧にご挨拶してくださるし、私広島でこんなに丁寧な扱いを受けたことを分かってなかったと思うんですけれども、で新聞を読みますと、まあいろいろな反応がありましたね。まあ、で今朝の中国新聞でしたかね、思いがけない読者の声ですか、なんか素晴らしいことが書かれてて、私非常に嬉しかったんですけれども、まあ非常に心に響いたメッセージだったと、私もこれを行動に移そうと思いますとか、非常に前向きなね、メッセージだったんで嬉しく思いました。である人はですね、まあ健康にお気をつけください、長く生きてくださいと、そしてもっと働いてくださいとお祈りしていますっておっしゃるんで、あっち喜んでいいのか悲しむべきかちょっと分かんなかったんですね。とにかく働けと、私は遠くから祈ってますっておっしゃるんですね。ですから、いや一緒に働きましょうってこちらから催促しなきゃならなかったんですけど、そういう挨拶がかなりありました。頑張ってください、祈ってます、まあ善意でそれを受け取ろうと思ってますけれども、でもちょっとばかりそういう挨拶には心配しましたね。それから一つ驚いたことはですね、どうもありがとうと、
あなたのこの間の発言だったかね、私たちには言えないことをあなたのスピーチで言ってくださったとか、なんとか。皆さんが言えないことを私が言ったっていうこと、ちょっと思い当たることはありますけれども、そういうことも私今晩皆さんの意見を伺ってですね、一緒に考えたいと思うことがいっぱいなんですよ。私一人では解釈できない挨拶をいただいてます。で、一つ非常に心配な挨拶はですね、こういうことでした。市長と知事を訪問したときに、まあ、私が正確に理解していればですね、こういうことを市長がおっしゃったんです。私の質問は市長として、広島市長として日本政府にですね、核兵器禁止条約を批准するようにという要請をなさいましたかということを私は聞いたつもりなんですけれども、帰ってきた返答はですね、私の理解する限り、ああ、平和首長会議としては正式にそういう要請をしたと。しかし、で、次の質問、私の質問には返答がなかったんですけども、しかし私の心情として はっきり言葉が思い出せないんですけど、反対の人の思いを変えさせようっていうんじゃなくて、私は同じ思いを分かち合える人たちの数を多くしたい、それが私の心情です。それが返答でした。ですから結局私の尋ねた質問には返事がなかったわけですね。市長として日本政府へ禁止条約を批准するように、それを要請されましたかっていう質問だったんです。それには結局返答がありませんでした。Mayors for Peace、 名誉市長会議ですか、それからはそういう要請を出したっていうことなんで、非常に心配しております。今でも広島市民の声を市長として日本政府に伝えることができないという心情をお持ちなんだそうです。このことは皆さんとご一緒に今晩考えたいと思っています。今晩のテーマに、絶対否定のために今なすべきことっていうふうに書かれておりますけれども、私の考えはもう確かなものです。それはですね、我々が73年かけて働き続けた、求め続けた、語り続けた、戦い続けた核兵器廃絶の思い、それがやっとですよ、去年の7月7日にその思いが報いられたんですね。一部ですけれども、国連で122の国がそうだと、禁止条約っていうものを作ろうと、それでそれが成立したわけなんです。もう私にとって何十年もこの運動に加わっているものとして、もうこれほど嬉しかったことはありません。
もう本当に忘れることのできない瞬間だったんです。でその瞬間、もちろん私の頭に描かれたものはあの日の、あるいはその後の被爆者たちの苦しみ、死者たちの、もう無数の死者たちの声なき声を私は今まで代弁してきたつもりです。それが報われたという、もう言葉がありませんでした、あの瞬間は。ですからこの今日のテーマの今なすべきこと、私にとってまずせっかくこういうものが、尊いものが作られたんだから、それが法的に有効なものとしましょう。国連では採択されましたけれども、まだ50カ国がそれを批准しなければ法的な力を持ってないわけです。ですからそのために我々一人一人がその目的に向かって前進したいんですね。それを皆さんに今晩よく理解していただきたいと思うんです。というのは、皆さんの国、皆さんの政府が横を向いてます。それに協力しないというか、もうそれを拒絶するっていう態度でいます。アメリカとの同盟関係がありますから、アメリカをに、まあ、嫌な思いをさせたくない、アメリカの言う通りになるっていう安倍総理大臣の立場なんですね。非常に悲しいことです。広島と長崎でああいう経験をして、私たち生き残ったものが何十年もあの時の惨状を説明してます。で、二度とああいうことがあってはいけないんだと何度も何度も繰り返して話してきました。それにもかかわらず我々の思いを無視してそれを拒否すると言ってます。今これが、この法律が法的な力を得ることができなかったらどういうことになるんでしょう。また長い長い長い年月を過ごさなきゃならないのかも分かりません。その他どういうことが起きるか分かりません。ですから我々がこの時点まで戦ってきたこの尊いものを本当に有効なものにするために、ぜひとも皆さんもご一緒にですね、声を大きくして日本政府に尊い一票を使うように、50カ国の1カ国になるように、そういうふうに皆さん一人一人が手紙を書くなり、あるいは国会議員に面接して直接議論なさるなり、どんなことでも、まあ、もうそれは皆さんでお考えになることができると思うんです。ぜひそれをしてほしい。それを私にとっては最も大切な責任だと思っています。